こんにちは瀬です今日はイギリスのデイリーメールがやはり秋篠宮家寄りなのではないかというねお話についてご紹介していきたいと思います。 デイリーメールといえば、ニューヨークに住んでいる小室夫妻を唯一ね、撮影できるメディアのようでございまして、なぜね、えー、彼らだけが小室夫妻のプライベートな動向を把握していることも不思議でしたし、またね、隠し撮りとは思えないクリアな状態でね、撮影に成功しているという,いうことも不思議でしたけれども、まあ、その理由についてはね、おそらく秋篠宮家がデイリーメールに対してだけ、えー、撮影許可をね、出していてで、独占的にね、撮影に成功した体で、なんか 撮影会をね、えー、やってるんじゃないかと私個人の感想としては思っておりましておそらくね皇室ウォッチャーの皆様も同じようにお考えの方も多いんじゃないかと思います。 で今回に、ね、やはりそうだろうなと確信を持つに至った事例を2つご紹介したいいと思いますえまず1点目なんですけれどもあの年末年始からね川島紀子さんが胃腸の症状が強いとね言っていたあの件でございますがこれがねイギリスの「デイリー・メール」で2回にわたり記事になっております。 え年明けは本当にね日本のニュースだったらやはり能登半島地震であるとかあと日航機と、ね、え海上保安庁機の、まあ、衝突事故などが大きなニュースだと思い、まあ、海外のね王室ネタであればえブルネイのマーティン王子のご結婚式であるとかデンマークの、ね、マルグレーテ二世女のご退位などのニュースも非常にねビッグニュースだと思いますがなんかそのようなですねビッグニュースが目白押しな中わざわざイギリスのデイリー・メールが川島明子さんの胃腸の症状が強いだけという ねまあ、そのいわば、ね、しょうもないニュースを2度も報じるということに、まあ、非常に不自然な、ね、気持ちがいたしました。 ちなみに私もです、ね、最近あの腰の症状が強くってなんか立ったり育ったりの、ね、ふとしたタイミングであの腰の症状が、ね、強くなるんですけれどもあの家族にはねちょっとなんかね朝からちょっと腰の症状が強くてねなんて言っても「はあ?」っていう感じであのあのちゃんと、ね、腰が痛いって言わないと、えー、伝わりませんでしたのでやはりです、ね、胃腸の症状が強いというのは若干ね変な表現なんじゃないかなというふうに思ったわけでございます。 でこの胃腸の症状が強いというねこの謎日本語を日本全国に流布した宮内庁さんは、まあ、大丈夫だろうかなというふうに思うわけですね。でこの胃腸のね症状が強いという日本語を英語ではねどのように訳すんだろうかというね個人的な関心もありまして海外のサイトをあちこち見てみましたところ「デイリー・メール」さんで1月8日と1月12日の2回記事になってるんですね。 でこの胃腸,が症胃腸の症状が強いというねこの部分はやはりねこうドンピシャの英語が存在しなかったためかえ普通の食事が取れない原因不明の病気というねえこういった英語訳になっておりましたがこれってやっぱりですね胃腸の症状が強いと言われても胃が痛いのか吐き気が強いのかやっぱり何らかのですね具体的な症状とセットじゃないとこの胃腸の症状が強いというね えー、この言葉は訳しようがないということでございまして唯一の具体的な症状である「普通の食事が取れない病」というね、えー、こういう訳をするしかなかったのではないかというふうに、ね、思った次第なんですね。もういっそですね「普通の食事が取れない病」っていうものはこの病名で <laughs> 十分なのではないかとね、まあ、そんな感じすらいたします。 まあ、とはいえ普通ねこう一家のお母さんが普通の食事が取れない病にかかったらやっぱお父さんとかです、ね、あの子どもたちが、まあ、おかゆであるとか湯豆腐とかですねあの柔らかく茹でたうどんなんかね作ってくれたりとかあとも料理がねできない家族だったらなんかレトルトのお粥なんかね買いに行ったりとかして看病するんでしょうけれども多分秋篠宮家の他の家族はこういった看病も全部職員さんにお任せで自分たちはですねきっと通常運転で何もしてないんだろうな というねえー、そんなことがさせられます。 まあなので、紀子さんの普通の食事が取れない病っていうね、誰でもこんな時期あるよねっていうね、このしょうもないニュースを2度報じたことが、まずね、デイリー・メール不自然だと思いまして、2点目のニュースにつきましては、1月1日のデイリー・メールの記事なんですけれども、マグニチュード7.6の壊滅的な地震の数時間前に公開された、皇族方が新年を祝う家族写真というね、こういうタイトルの記事でございます。 えこちらの記事への URL リンクを概要欄に記載しておきますのでご覧いただければと思いますが、えー、天皇ご一家秋篠宮家引退夫妻の、まあ、お正月のですね家族写真がえこの地震が起きる数時間前に公開されましたよという、ね、記事なんですけれども。 この写真の順序がすごく不自然でございましてこの順序が引退夫妻秋篠宮家そして天皇ご一家の順番になっておりましてここですねいや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 逆でしょうってね思ったんですよね。 で記事のサムネ画面もあのサムネ画像も引退夫妻になってるんですけどこれがですねもしスペイン王室であるとかオランダそしてベルギー王室のニュースだったらこんな順番にしますかってねデイリーーメルさんに聞きたいいいぐらいでございます絶対やっぱりあの国王夫妻をメインに据えてで仮にですね、えー、元女王であったとしてもやはりこう引退した以上はですね国王夫妻の、えー、下というかですね、えー、次と っていうね、そういう位置づけになると思うんですよ。 やはりです、ね、どこの王室であっても、まあ大した以上はね国王陛下や天皇陛下より下の扱いをするべきであって天皇家の新年の家族写真だったら当然天皇ご一家のお写真をメインにするべきで,で次がですね、まあ、100万歩ぐらい譲って秋篠宮家そして引退した人たちは一応まあ元気にやってますよ的なねそんな感じでおまけで1枚写真を載せるくらいの扱いで、まあ、十分だと思うんですよね。 まあなんですけれどもその序列がデイリー・メールで思いっきり間違ってるのを、えー、見てしまいましたので、まあ、デイリー・メールはですねこの順番のね間違いをわざとやってるなと言いますか多分その小室夫妻の取材を独占的に させてもらう代わりになんか秋篠宮家とね引退夫妻に便宜を図っているのかあるいは何かね特別な約束があってあの平成4人組の情報を優先しているのかちょっと分かりませんけれども私の個人的な感想としてはかなりね、えー、この正月の家族写真の順番を見てもかなり偏った報道をねデイリー・メールがされているように感じます。 でしかもですねこの記事の内容も秋篠宮家寄りでございましてあのベトナムでね手品ごっこしてた時にもらって帰ったあの竜の置物についてあの江との説明をしたりとかですね、まあ、江との説明というのはまあ日本のですね文化の説明でございますので、まあ、そこまではいいとするんですけれどもこの秋篠宮家のテーブルの上にあるのはあの竜の置物で今年はね日本ではねえとっていうのがあって今年は竜なんですよぐらいのねそんな説明はいいと思うんですけれども。 それに加えて佳子さんの、ね、オレンジの衣装であるとかあと紀子さんの衣装についてまで言及しているんですよね。 キ子さんの衣装が鹿の子柄になってるんですかね鹿の子柄になっててで靴もねお揃いの鹿の子柄なんですよみたいなことが書いてあってでちょっと思ったんですけど、ね、この写真だけで鹿の子柄なんてわかるんだと思いまして私はこう無地のですねなんというかあの砂漠色というかですねあのキャメルみたいなそんな色のねワンピースだと思っていたんですけれどもあ実はね鹿の子柄だったんだというようなことがこの記事を読んで初めてわかりまして。 で写真だけではね本当にこう無地柄に見えましたので絶対なんか関係者からね衣装の説明の情報とかもらってるんじゃないかというふうにね思ったんですよねそして、えー、極めつけの忖度部分はこの部分なんですけれども秋篠宮さんと息子の悠仁さんは写真撮影の際パリッとした黒のスーツを着て小粋に見えたというね。 えー、この部分でございますが「こやつらのどこをどう言い具合に評価すれば小粋に見えるのかね是非、えー、ともデイリー・メールの、ね、記者さんには説明していただきたいですね。私に言わせれば愛もわらずだらしない」というねこういった感想しか湧きませんでした。 はい。で、ここからはね、紀子さんの普通の食事が取れない病に関する記事も少しだけご紹介したいと思います。1月12日のですね、2つ記事がありましたけれども、1月12日の分だけご紹介しますと、記事のタイトルが、日本の紀子さんは昨年原因不明の病気に罹患し、通常の食事が取れなくなったため、医師らから安静にして回復に集中するように告げられたというね、こういったタイトルでございます。 本当にね、お医者さんのおっしゃる通り、安静にして、回復に <laughs> 集中してくださったら、国民の多くも多少はね、すがすがしい気持ちで日々暮らせるんじゃないかなというふうに思います。まあ、病名もね、はっきりさせてほしいと思いますが、えー、ご自分の存在が多くの国民にとって目障りな不快感を抱く存在になっていることも早いとこね、はっきりと気がついていただきたいと思います。 記事の本文を少ししご紹介します。日本の紀子さんは今週謎の病気の原因を突き止めるためにさらなる医学的検査を受けたと伝えられているが無駄だったという、えー、秋篠宮夫人、えー、紀子さんは水曜日東京の病院で内視鏡を検査を受けたが異常は見つからなかった。 毎日新聞によると紀子さんは昨年から原因不明の病気に苦しんでいるという彼女は胃腸系に関連する痛みを伴う症状を経験しておりそのため通常の食事を食べることができなくなっている、えー、ということでございましてなんか結局ですね胃腸の症状が強いのではなく胃痛の症状が強いという、ね、<laughs> 胃が痛いというね、えー、こういったことだったようですね。えー、日本の新聞によりますと2人の子どもの母親は休んで回復に集中するようアドバイスされたという。 ぜひそうしていいいたただきたいと思います医師らは紀子さんに安静を勧める一方今後数ヶ月間は痛みを伴う症状に悩まされる可能性があると示唆している。 だいたい、まあ、記事の、ねえー、新しい情報としてはこのぐらいでございましてまあと記事の内容としては紀子さんの病状についてはそのコロナと、ね、インフルエの検査をしたけれども、えー、この2つは陰性でございましたので、えー、コロナであるとかインフルエンザではございませんという、ね、そのぐらいですかね。 まあ実際まあこのくらいしかですね話がないのでまあ以上という感じなんですけれどもえ記事はこれに絡めて能登半島の地震の話であるとかですねあの新年の家族写真の話をもう一回ね持ち出して何とかこう記事のね文字数を埋めているというか,だからそんな感じの記事だったんですよね。 でそもそも「デイリー・メール」の情報ソースが秋篠宮さんと仲良しの江守さんがいた、まあ、毎日新聞でいうのもなかなかねズブズブ感満載でございますしああ情報ソースは毎日なんですね <laughs> っていうねそんな感じしかいたしません。え個人的にはね本当に能登半島の地震と紀子さんのね普通の食事が取れない病を同じ記事の中で語らないでほしいと思います。 えそんな忖度デイリー・メールもさすがに忖度できなかったのかと思われるのがこの記事に使われている紀子さんの写真でございますけれどもいつものねこうライトをバッといっぱい当てて仕分けし加工した画像じゃなくて割とナチュラルにね、えー、こうなんじゃないかっていうね写真を使ってる点だけ、えー、若干ねこう評価しておきたいと思います。 貴子さんってねいつもこう画像加工ソフトであのシワけしをしていると思うんですけれどもおでこにですね2本ぐらいすごい深いシワが実はあるんですよね。 えー、で多分ご本人もねこれコンプレックスに感じておられて、まあ、なので消,し消させてるように思うんですけれども多分こう怒る時にこう目をねガッと見開いて怒ってるのでこう目をガッてした時にここにやっぱりシワがいくじゃないですかなのでこうおでこにねこう深いシワが入ってしまってるんじゃないかと思うんですよね。 でまあ、ちょっとこれに関連してなんですけれども「週刊文春」さんのね報道でついに活動を休止されましたけれどもあのダウンタウンのね松本久さんがなんかいつからかね本当にこう眉間のシワがすごいことになっててここにすごいこうギュってシワが入ってて多分普段から眉間にしわを寄せて、ね、こう険しい表情ばっかりしてる らられたからあのようなねしわがこうガッと眉間のしわが普段でもしわが入ってるみたいな顔になってしまわれていて多分気難しくてね頑固な性格でいらっしゃるんだろうなと思っていましたけれどもやはりこう年齢とともにね顔に性格が出るっていうのはやっぱりそういう普段してる表情 からシワがねそこに入るということでございましてなんかやっぱり気難しい顔をしてる人は普段からね不機嫌みたいな表情になるし怒ってばっかりいる人は怒りしわができてですねこうおでこにしわが入ったりとかして般若みたいな顔になってしまうのかなというふうにね思うわけでございます。 でところで地震に関してなんですけれども日本はですね、えー、元日に能登半島で、まあ、マグニチュード7.6の地震と、まあ、それに伴った余震が、えー、ございますけれども、えー、その後ですねパキスタンとアフガニスタンでもマグニチュード6.4の地震があっておりましてでアメリカのですねオクロハマシティの郊外でもマグニチュード4の地震があったりとかしてですねでこのこれらの地震がですね能登半島の地震と何かこう、えー、近く的にですね連動 どうしているのかどうかちょっとわからないんですけれども今年はですね本当に年明け早々世界各地で地震が頻発しているようでございますそして地震などのね自然災害だけはねもういつどのタイミングで起きるか本当にわかりませんので日頃からですねまあ、私も含めて皆さんですね、えー、備えをしっかりして いてでもしねあの自治体から警報などが出ましたらもう本当にですね、えー、大したことないだろうなんていうふうに油断をせずにねあのまずは安全なところに避難してでね安全をまず確保していただきたいなというふうに思います。 えー、そしてデイリー・メールさんは紀子さんの食べれない病を二度も報道する余力があるんだったら天皇皇后両陛下の能半島地震を受けて新年一般参加の中止を即断なさったことであるとかあと1月12日には両陛下からこの度の地震で被災した、えー、石川新潟富山の3県にねお見舞い金をお渡しになられたことなども報道してほしいですし一方は秋篠宮家はねお見舞い金どころかお見舞いの言葉すら明確に発しておらずあの厳しい寒さの中でね 過ごす避難者らを案じられているという発表をされていますけれどもなんか私個人的にはです、ね、もうそれすらなんか嘘くさいと思っていますし、まあ、多分ですね宮内庁の職員さんが適当に作文したんじゃないかというふうに思っておりますし、まあ、ご長男の、ね、冠代とか成人年齢になって以降の後続費も月割りでもらう気満々なんですよといったこともぜひともですね、えー、デイリーメニルーには報道していただきたいと思います。 ということで、今日はイギリスのデイリーメールが、やはり秋篠宮家寄りのようですというお話でございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。